待て。華麗な指先、人生をなぞれば震える。恋さ、楽しみだね、ふたちゃん。じゃあ、行きますね。オッケー。リーダー、バイバイ。その200匹、あたいがどんだけ苦労して育てたと思ってんだ。知らなかった。知らないで済むなら悪魔魔法はいらないんだよ。女にすっぽかされたのは初めてぞな。まあこういう時もあるぞな。なあ、話せ話せよ、マイメロ話せ。お前なんかの世話になるもんかい。黒身の音ナンバー01だ。そんなことやってる場合じゃないでしょ。ああもう、マイメロを助けるなんて身を切られる思いだよ。何あのドレス、こんなフォーマルなパーティーに。リカちゃんどこ行っちゃったのかな。あ、クロミちゃんの黒魔法、まさかリカちゃん。あら、どうしたの。どうしたの。今大事な話をしてんのよ。引っ込んでな。あたいの人生終わっちゃったとな。クロミちゃん、ねえねえ、開けてみて。マイナちゃん待って。じゃかばし。よし、これで。ありゃ、うん。この家ってマイメロとあの小娘の家じゃないの。そうぞね。あたいを誰だと思ってんの。泣く子も黙るクロミだよ。たく、どこ行ったんだよ。こっちに知り合いなんかいないくせに。よし、よいしょ、よいしょ。あやま、あやま出てこない。僕がいるアリ。え、勝負は見えたな。来るだ。いやー、マナちゃんが抱っこしててくれなきゃ、マンメロ風さんに飛ばされちゃうよ。知るか、そんな気色悪いこと言うな。で、マイメロは、マイメロはもらった。必殺ダイナミッククロミシュート。口答えすると家賃10倍、さらに水道光熱費および医療保険10倍。父ちゃんたち、また増えてる。悪に苦しむ人々の嘆きが。だってウサギの耳は長いんだもん。愛と正義の使者、ウサ耳仮面参上。ポーズポーズ。ウサ耳仮面様、早く。ウサ耳仮面、お願い、戦って。どうしても勝ってほしいの。ウタ、ママ、クロミちゃんもケーキ食べる。うまそうじゃんか。いただきます。ん、ん、にゃ。兄貴、今日から学校だって。会ったら飛びついてやるっけ。お兄ちゃまーんって。ジュン君どうしちゃったのかね。クロミ様も時々あるぞな。今日こそジュン様にマナーを覚えてもらいます。かける、ウタちゃんの番号。ん、おお、いやの、
イエーイ。お前もさ、携帯の番号、うたちゃん好きだ。